はい、皆さんこんばんは、おじいさんです。本日も前回の続きやっていこうと思います。で、持ってきましたナオミです。2ですね。結構ね、傷が激しいんで、塗装したいなとも思うんですけど、ちょっとまず先に情報からなんですが、掃除しようと思ったんですけど、実は基板すごい綺麗でした。これ見てもらった通りね、すごい綺麗な赤でね、これファンがね、これ見えるかな、ファンね、すんげえ綺麗なんですよ。多分前の所持者の方が掃除したのかな、ショップの人が掃除したのかな。あのね、ほこりね、ほとんどひどいやつはね、もうカピカピなってるんですけど、これどう見てもね、めっちゃ綺麗なんですよ。だから多分前の人が掃除したのかなという感じはしますね。外の傷が汚いだけで、中はすごい綺麗やったんで、もうちょっと無理やり、実はね、ファンも買ってたんですよ。だから、まあ無理やりばらし、いつも通りね、無理やりばらしてもしゃあないなっていうのもあるので、一回開けるだけ開けてみましょうか、どんな感じか。よいしょ。あ、開いてるね。これ今ちょっと回してたんですけど、多分ね、ネジが完全にね、抜けないタイプみたいですね。だから緩めるだけ緩めて、で多分ネジの大きさがちょっと違うね。ちょっとごめんね、画面でちょっと捉え、これずっと回してるとどっかからね、カランカランって言うんですよ、今のタイミングで。それが多分ね、外れたタイミングやと思いますね。でこれネジは取れへんねやと思います。ちょっと地味な映像で申し訳ないけど、できたらね、塗装したいんやけど、怖いね、ちょっと。結構手疲れる。おじいさんの手では結構、こういうとこ開くんじゃない？だいぶ開いてきてる。だから、あと真ん中、これ、ちょっと回してみましょうか。これは唯一浮いてきたね。これだけ抜けんのかな。なんか抜けた。抜けた抜けた。あ、抜けるね。これで開くかな。なんか今一個どっか行った。ネジどこ行った？中入った。中入ったか。ネジの大きさ一緒ですね。でも色がちょっと違う。何回か開けてんのかな。こことか残ってる。で、抜けきれるやつと抜けへんやつがあるんやろね。あ、浮いてきた浮いてきた。めったに抜くもんじゃないからね。なんかもう最近こういうのに大胆になってきてて怖いわ、自分が。安買えた言うても高価なもんやからね、結構ね。でもなんかこれをせんと、なんかこうこの先に行けないんでね、なんか作業することとかがね、取れへんな。ちょっと開けてみます。やっぱりお、なんか飛んできた。あ、どっかからネジ飛んできた。どこが取れた？これか。
1,2,3,4 本今取れてる。1,2。なんでこれ置いてこんのかな。ちょっと舐めてるかな。あ、舐めてるっていうのがこのネジのね上をこうさすっちゃうことを舐めるって言うんですけど、なんかねこれ引っかかってんな。でもこれ、あ、取れた取れた、よし。あとここやね。あ、これ来た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 、これと、でも結構ね海外の人とかね、もうなんかねバラしたまま使ってる人とかいんのよね。なんでかな、あれ通気のことなのか何か他にそれの利点があるのかな、よくわかんないんですけど、海外ちょいちょい見ますね。もうバラした、あ、取れた、全部取れましたね。これで全部ネジ取れた。これで開くかな。あ、開いた開いたね。カッパってほら、よいしょ、なんか変なもんつながってないかな。あ、結構簡単、結構簡単に取れた。綺麗、綺麗よね。なんかもうスプレーしたいな、これ外したからには。うん、結構取れました。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗やね。でこれがさっき言ってたファン、綺麗でしょ、めっちゃ綺麗。うん、ファンはねネジ何個かだけで止まってるだけってあれで書いてたんやけど、どっかに、どれかな。え、もうこれひょっとして、あ、ネジ止めもされてない、これひょっとして。あ、ネジ止めされてない、これほらパカッと取れるわこれ。え、嘘、あ、もうこれ取れる、そのままやこれ、マジか。これほら乗せてるだけで、ここの愛用ボード、まあ愛用ボード、ここの愛用を持ち上げながらやるともう取れる、ほら。すげえ。で、あ、これ多分ファンでつながってるね。まずこれちょっとこのピン抜こうか。まずこの愛用ボードとつながってるピンを取ります。で次が、あ、これだけだ、止まってんの。あ、しかもこれがファンだ。はい、取れました。めちゃ簡単に取れちゃいました。まあ今後の動画でこんな上げてる人おらんので、ちょっと綺麗に見せます。ちょっと待ってね、よいしょ。はい、これなかなか貴重な動画じゃないかな。しつこいねこればっかり。うん、いやでもこういうものってね、なんか残していかなあかんと思うのよね。はい、これ裏面です。すごいね、中は何のネジ止めもされてなかったです。はい、驚くことに。だから結局本体だけですね押さえてたんで、よいしょ。非常にね綺麗ですね、基板ピカピカ。これ掃除したのかな、前の所持者が。なんかでもこれ EP ロムの上なんか変なノリついてるから、これはなんか触った感じ、自分は EP ロムいいの取って古いやつこっち刺した可能性もあるね。23605ってこれ多分一番ナオミ2の中で一番古いロムなんですよ。はい、ちょっとじゃあこれ横置きます。が結構長いねこれ線。
うん、すごい綺麗なんですよね。でちょっと買ってきたやつがこれです。よいしょ、買ってきたのがこれですね。オウルテックの6センチ×6センチの、分厚さが15ミリですね。これがこれとぴったり一緒なんですよね。会社は違うけどね。ただこれのこんなに長い線はないんじゃないかな。ちょっと開けてみます。はい、これが買ったやつですね。いけるかな。つけていけるね、いけるね。でピン、あピンちゃうわこれ、ほらピンちゃう、あピン一緒やと思ってた、ピンちゃうね。だからこれピンハンダせんといかんな。これ多分白と赤で、どうしようかなこれ。ハンダ、別にそんなハンダ、これ作業は難しい作業じゃないけど、ただそんな汚れてないのよねこれ。これしかもこれ刺さってるだけ、これ、あこんなんなってる、これごと取り付けになってる。あやっぱそうだ、あめっちゃ綺麗これ、め掃除しとるなこれちゃんと、偉いな、むっちゃ綺麗やなこれ。ただ周りはもう鈍いね、ほら回らないもんこれ。普通回るよね、またピューって、ほらこうやってピューって。どうしようかな、ハンダやってもいいけど、これがだいぶ細いのよねこっちが。これやりきれるかなこのハンダ。こっちはできんのよ、こっちは太いんで、こっち細いな。ハンダしてテープして、まあハンダせんでもええけどね、ぐるぐるっと巻いてテープだけ止めててもいいけどね。もうこれはこのまましとこか、綺麗やし。ちょっと周り悪なってるけど、あどうしよっかな、せっかくやから綺麗にしたいのしたいけどね。また今度にしよっか、これバラすのそんな難しくなかったんで、うん、すごい綺麗やし、はい、ちょっとハンダは今度にしますわ。またよっぽど音が大きなってうるさいわってなったらやりますわ。うん、それまではこれでいきましょうか。はい、でもまあまあこのついでに、あとは中すごい綺麗、ちょっと掃除機だけかけときます。なんかでもおじいさんついてるね最近。なんか安い中古買う割になんかどれも綺麗なんよね多分これ絶対掃除してる、こんなわけないもん。うん、ここにもほとんどゴミないし、うん、なんか最近ついてますねすごいね。うん、まあこれじゃあな、これ刺して、これでも仕組み面白いね。ここに、こんな感じで、刺します。これで穴で4点で支えてます。でもこの止まり方っていうことは逆に言ったら、あの15ミリより厚くなければ使えるってことですね。うん、そういうことですね。15ミリより厚かったらちょっと大変、あかんけど、こうか、これでいいね、これで入ったね。よし、あいやずれてる違う、逆かじゃ、こうか、こうだね。いや違うえこうやな、
ってよ、よいしょ、こうか、こう、あ、でもここちょっとずれるんや、ここ、ここがちょっとねずれますね、うん、でもこうじゃないと合ってないか、こうやとファンの場所ずれるからね、いやもうそうやね、だからやっぱちょっとずれてるんやね、これね、よいしょ、だからこれでこうですね、これでガンと、はい、これでぴったり、これでぴったり合いました、はい、面白い仕掛けやね、でもこれね、うん、はい、じゃあ基板直しましょう、よいしょ、よいしょ、で基板がこうですね、で基板の直し方のコツはここの IO ボード、これをさっきというかもうこれを入れるだけですね、これをしらーっと入れるだけ、あで、よいしょ、ちょっと待ってよ、さっきこれ刺します、ファンですね、ファンコン、ファンコン刺してパチッと、でここの IO ボードを挟むと、もうこれだけでしたね、作りびっくりするぐらいシンプルですね、中は、でここにこういう穴があるので、こういうところにすっぽり入れてやればいいという感じですね、はい、これで完成、これだけ、うん、ちょっとなんか大丈夫かなって思いますよね、っていうか、まあ前回もそうですけど、最近はちょっとねその失敗動画というかそういうのもねちょっと上げてるでしょ、うん、面白いでしょ、でもなんかそんなんもなんかね、まあうまくいっただけの動画もいいんですけど、よいしょ、本来はこういう失敗の連続なんですよね、普段って、うん、よいしょ、入ったかな、どっか入ってないか、入ってる、うん、ちょっとなんかこっちが浮いてるね、何がなんか詰まってんのか、ちょっとあこいつや、よし、これでいいか、ファンのケーブルが挟まってました、入った入った、 OK、 うん、うん、確かにこの上からのプラで押さえるんで、確かに中のネジはなくてもいいんかもね、ひょっとしたらね、なんかここがふん詰まりやな、こっちは入ったけどこっちがなんかガクガクしてる、なんかもうしっくりきてない、なんでやろ、映ってない、うん、でもなんかここね違和感あんのよね、なんか、なんでか、これ今分かったんやけど、しかもこれ吸気排気なんやね、これね、矢印がこっちこっち向きなんよね、だから中にね空気入れてないね、これね、あんま良くない、だからほんまもう一個ファンつけてもいいかもね、自分でどっか穴開けてね、うん、これでサクッと来てるんやけどね、なんかしっくり来てない感じすんね、どこが当たってんのかな、前はしっかり止まってんのよね、こっちがなんか浮くんよね、これがどっかに
あ、入った。やっぱここがなんかさっくり入る場所があるね。うんうん、これでいけそうやね。これでネジ止めしましょう。よいしょ。ちょっとビチビチで全部映ってなくてごめんね。要はね、あれですわ。あ、これ違うな。あ、これ何のネジや。いや、全部一緒やんな。真ん中から行こうか。まあ、ちょっと作業しながらになりますが、よいしょ。気をつけなあかんのが、IO ボードの、縁を入れること、蓋の締め方、 IO ボードの縁をまず入れてから、入ってない、ちょっと待ってよ、よいしょ。 IO ボードの縁を入れてからファンの縁を入れるといい。よいしょ。でこのネジはストーンと中に入ったら成功ですね。でその後回していく感じ。でもなんか中に入りきってないね。なんでかな。これ初めから取れへんかったのはなんかあるんかもね。これこのこんな感じでプルンって入ったらあとは締めるだけなんですけど、プルンと入れへんとずっと空回りしてる。ここはどうだ。ここも入らないね。なんかこれだから基板との兼ね合いがあんのかな。あ、入った。こうなったらいける。ちょっと映ってないけどごめんね。ほんまに一回開けてなんか予備準備してやってないんで、これ今入れたでしょ。これ浮いてるでしょ。この間はまだダメなんですよ。これがプルンと中に入らんといかんですけど。お、悪い。おれい。ちょっと他のとこでやろうか。ここなんか入りやすいかも。ここちょっと入れてみるね。あ、入った。もうこれはいける。あ、嘘嘘、もっと入らなあかん。あ、入った。あ、入ったね。今グッと入ったね。こんな感じで奥までちょんと入るタイミングの時にネジ回さんといかんみたいですね。ファンはでもそのまま単品同士、入った。今見えたかな。いや、もうハンダは正直自信があるわけじゃん。綺麗にはできないけど、まあハンダせえ言われたらはいはいっていう感じで今おるんで、やれんことはなかったんですけどね。どうも。はい、出てきた。ちょっと奥まで入りきらんところがあるね。ここはどうやろう。入った。スポンって入るタイミング気持ちいいですね。よし。あとはどこや。あとここですね。ここだけがまだ。もうなんかこんなずっと触ってたらもうなんかなくなってくるんですよ。ナオミ2、高価な商品をバラしてるって感覚がね。あんま良くないけどね。入った。はい、っていう感じで元通り。なんか愛着湧くよね、一回バラしてるから。はい、それじゃあちょっと起動確認してみましょう。動くか。はい、今電源入れました。うなりを上げております。あ、 GD ロムシステム出ましたね。もうこれが出たエラー出ません。はい、大丈夫ですね。 OK。
まあバラしても無事動いてるといった感じですね。うん、まあちょっと外観も手真っ黒、手真っ黒になった。うん、まあ外観はまたちょっと近いうちどっかで綺麗にしてあげましょう。はい。で、そうですね。で、あとはバーチャファイターやるためにバージョンアップディスクですね。もしあの動画見てる人でね、あのバージョンアップディスク貸してあげるよって人いたらあかんのかな。貸してほしい。 3.70 のバージョンアップディスク、もし誰かよかったら貸してくださいか譲ってください。いくらかな、なんぼなんかな、分かれへんけど、はい、よかったらお願いします。見てて有志の方いたらおじいさんにバーチャファイターのチャレンジの機会をください。はい、この後バーチャファイターができたらバーチャファイター用のその、コントローラー作ったりいろいろしたかったんですよね、実は。あ、でも残念ながら今回はできません。で、世に出てないので、はい、っていう感じでした。まあちょっと最後起動見ようか。めっちゃおしっこしたんやけどな、今。おしっこしたい。はい、起動しましたね。OK。まあ今回結構ね、ノーカットでバラしたり失敗したりするの見てもらいました。楽しかったんじゃないかな、好きな人は。うん、ほんならもうね、これバラすことに躊躇なくなるんですよ、高いもんでも。うん、いつもこんなことしてます。もう、で、ある日ほんまに壊れる時ってあるんやけどね、それでも、もう次からこれバラすことなんとも思わないんですよ。うん。で、そんな感じが過剰になっていって、昔やったらこんな高いもん、ね、バラすことさえも怯えてたけど、まあこれさえできときゃ、まあファン今度交換できるし、ファンが合うことも確認したし、うん、いろんなことできるんですよね。壊れ、物が壊れても直せる。OK、直りましたね。はい、という感じでした。この動画でね、初めておじいさんのことを知ったよってしたらチャンネル登録していただくと嬉しく思います。で、あ、ナオミの中なんか初めて見た、アーケード筐体なんか初めて見たでしたね。高評価いただけると嬉しいです。あと、もしね、有志の方で、うーん、バージョンアップディスクもし著作権に引っかかれへんやったらレンタルしていいですよって、そんなんが許されるんならね、貸してもらえると嬉しいです。で、バージョンアップしたら返すので、で、それがあかんって言うならばね、もし打ってもいいよって人いたら、コメントください。はい。それではまた、次回の、動画でお会いしましょう。さよなら。